はい、ドラマーの倉橋俊之です。ですね、今日はですね、先週に引き続きメトロノームのいろいろな使い方というのをやってますけど、今回は前回は8ビートでやりました。まずは表で撮って、これですね、表で撮って、その次に裏側で8分音符の裏側ですねとで撮るというのをやりました。円のところで撮るわけですね。次は16分の裏側で撮ると、1E円な16部の数え方は 1E円なとなります。これの R のところですね、 R のところでリズムを取ると、メトロノームを鳴らしてね、取るという練習をしましたね。それに例えば左足もね、入れてって、いろんな入れ方、まあ2種類ですけどね、四部の入れ方、八部の入れ方入れてってね、それぞれやってきました。どういうところで何を感じてリズムをやってるか、結構複雑で、こんなにシンプルなフレーズなんですけど、いかに大変かっていうのことが分かると思います。で、今日はスイングですね。シンバルレガートやっていきながらますけど、実際にはこっちからやった方がいい感じです。8ビートが慣れてる人はこっち側でね、練習しても構わないんですけど、やっぱりこの裏でリズムを取る、特にこれですね、これですね、リズムを取るっていうのを3連符からやった方がやはりいいような気がします。なぜかというと、絶えずこれを意識しなきゃいけないんですよ、ジャズの場合は。もう無意識で、意識してるんじゃなくて無意識でここを感じてなきゃいけないので、そういうような音楽なので、やっぱり裏が鍛えられていくんですね。なのでこっちからやってって、でこれの応用として16部を裏側で取るというような方が、多分音楽の歴史的にもそっちの方が正しいんじゃ、正しいとは言わないですね、そういうような流れだったんではないかと思われる節があるんですね。なので3連符からやっぱりやってくる。だから8ビートをうまく叩きたいっていう人はジャズからやっていくのがやっぱり手っ取り早いんじゃないかと私は思っておるところです。で今日は2つの取り方ですね。まあ四分音符で取るのは意識せずともできるんですね。シンバルレガート元となっているのがフォービートっていうぐらいです。まあ和製英語ですけど、フォービートっていうぐらいですから4つは取れると思うんですね。まあその4つってのはすごく大事なんですけど、そうじゃなくて2-4で取るというのね。2-4で、メトロノームを鳴らして、それをキープできるっていうのが、まず最初に必要なことですね。これも裏側で聞いてますから、やっぱり慣れないうちはやっぱできないですよね。なのでこれを訓練して、その次に3連符の裏側、ここに書いてありますね。3連符の裏側でキープすると。いう風にやってきます。で、スイングの場合はこのレガートだけやってればいいっていうわけじゃなくて、このねおかずも入れてきます。まあ簡単なおかず、今日3連符のおかずですけど、こういうのを入れてきます。でね、出るときはクラッシュして戻ってきてね、で4小節単位でやっていくといいです。こういう練習はね、必ず4小節単位でやる癖をつけるといいですね。なのでこっち側を3小節、こっち側を1小節としてやってきますね。なぜそういう練習をするかというと、今度はねジャズの場合はこう食って入ることが結構多いんですね。なのでこのタイミングっていうのはその裏側のこのタイミングなんですね。なのでここがしっかり取れてないとね、あまりうまくないということですね。でフレーズなんかもここから入っていくことが多いんですよ、裏側からね。これはメロディアスにする、フィルインをメロディアスにするコツでもあるんですけどね、洗練された感じになるし、スピード感も出るということで、こういうところから入っていく、ずらすっていう考え方ですね。3連符、要はこの3連符、このクラッシュシンバルまでね、クラッシュシンバルのこの形をそのままここまでずらすんです。そうするとこれがこの形になるわけです。なのでクラッシュさするとポイントも1個ずれるわけですね。ね、そういうようなずらすみたいな考え方、こういうのがあるんですね。なのでこれをやっていって、そして裏側をキープする練習、ね、バスドラムでキープする、バスドラムでキープできるのならちゃんと裏側で乗れてる、
その音楽に対してビートに対して裏側で乗れてるということにあのなりますので、裏側でバスドラムをキープする練習ね。そしてそれをやりながらフィルインを入れていく、クッて入ってますね、クッて入ってクッて入れていくとね。あとは一つ応用でね、一つリズムをやっていきたいと思います。まずはでもね、2-4 で取る練習、これをやっておきましょうね。こういうのはねコツみたいなもんなので、あのやっぱり訓練すればできるようになりますね。3連符の裏側の方は逆に言ったら訓練しないとできるようにならないので、やらないとダメですということになります。今日はねテンポはね、あの100ね、早くすれば早くするほどその裏側を取るのは、難しくなってくるんですね。なんですけどしっかりと取るっていうのが大事なので、テンポをゆっくりにしてますね。でやっていきましょう。まずはね2-4だから100じゃなくて、ごめんなさい、2-4の場合はね100じゃないんだ、半分にするから、まあ60ぐらいにしときますか。だから実際のテンポは120になるわけですね。書いておきましょうかこれね。丸1番よ、丸1番テンポ、これは60にしときましょう。丸2番テンポ100ぐらいでいいと思います。じゃあテンポ1の60からやっていきましょう。全部が全部じゃないので、1番はね全部やらないので、まあとりあえずやっていきましょう。まずはシンバルレガートからいきましょうね。こうありますね。そしたら左手から左足から入っていけばいいです。2、4、2、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こんな感じでカウント始めるとね、入りやすいかと思います。4、1、2、3、4、1、2、3、4。これで大丈夫です。で、シンバルレガートね。3、4。こんな感じですね。で今ね慣れてるとずっとこれでキープできてるんですよ、2-4が。なので次の入るときにもそのままキープして入れちゃうんですけど、これ一回切りますね。今日もねあのタイムスケジュールみたいな、あのなんていうんですか、時間でどこどこ、時間でどこどこって書いておきましょうね。そしたら番号振っとかないとダメですね。じゃあ今日は A、 今やったのを A、 BC、D、E、F、G とこう振っときましょう。じゃ あのタイムテーブルね、タイムテーブルみたいなのを後であの書いておきますから。そしたら B ですね。B で2-4のやつですね。じゃあやってみましょう。入り方ね。2、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3、2、3、4、こんな感じですね。はい、気づいたと思うんですけど、こっち側の3回目、ここは最後、ここ省略してますね。そうしないと右右と続いてしまうので忙しくなってしまうのでね。なのでここは3回目は省略するようにしましょう。これは無意識でね省略するようになると思います。8ビートなんかもシンバルを入れる前はあの右手がね省略されてると思いますね、無意識でやってると思いますけど、そういう風にするようにしてください。はい、そしたら次ですね。次はただあの空だけなんですね。あら消えちゃったよ、よくしょ、これだ、これですね、これです。でここで気をつけなきゃいけないのはこれなんです。
左足のこの部分、このゴーストノート、かかとでこう音は鳴らないですけど、こういう部分がここにね、みんなこれにつられちゃうんですよね。だからこれで不安定になってしまう。でそうじゃなくて、これとは別にちゃんと頭を、ね、ここであのゴーストノートを打てるようにします、ね、ここをきっちりと分けることが結構大事です。でこれができないと結構こっから先何やってもね、なんかはっきりしないうやむやな感じになってしまうので、ここはきっちりと分けるようにしてください。じゃあやっていきましょう、ね、まず入り方ですね。2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。わかりましたか。こっちのクラッシュするのと一拍目のここがね、ちゃんとおのおの独立してるのがわかると思います。今ねここ動いてるのわかると思うので、でね今一小節ずつあの譜面通りやりましたけど、最初はねこんな忙しくやらないでいいです。例えば1 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4、ね、これも4小節単位でこうやってやればいいと思いますね。まあ慣れたらさっきみたいに1小節ずつでも構いません。そしたら今度はこっちですね。そこの4拍目の裏側から3連符のフレーズを入ってきます。で4拍目の裏側から出ていきます。じゃあやってみましょう。2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3。ね、こんな感じです。ちゃんとこことね、ここは分離するようにしてください。で例えばね、これは本当60ぐらいのね、ジャズ研出身者だとね、ここねタラちゃんとか言ったりするんですよ。タラちゃーんって、ね、このちゃーんがこのシンバルのところ、ね、4拍目からタラちゃーんって言いながらやるとちゃんと食ってシンバル入れられるようになると思います。これは変な本当にアホみたいな、ね、覚え方ですけど結構効果高いですので、ね、やってみてください、ね、で2拍4拍で鳴らすのはここまででいいと思います。 E まででね、裏側でバスドラムをキープすると、ね、バスドラムね。じゃあちょっとやってみましょう。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。まずはシンバルレガートから、ここは分かれて入ってもいいです。でバスドラム言いますね。こんな感じですね。今日は2拍4拍の、ね、入り方
は結構ね、慣れてない人は結構入れないんですよね。なので2、4ってこうやってね、2、4、2、4、1、2、3、4、1、2、3、4という入り方を、今日はね紹介しましたけど、慣れてくるとこれがもうすでに2、4に聞こえてくるようになるんです。なのでこんな入り方、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、こういうような、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーね、こういうような入り方にちょっとずつ変えていくといいですね。でこの入り方っていうのはそのままカウントの出し方になります。みんなでじゃあ一緒に入りましょう。じゃあこのぐらいのテンポでワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、これでみんな入れます。これだとね、このカウントの取り方だとね、やっぱりちゃんと分かってないとカウントっていうのは伝わらないとみんな入れないんですね。なので結構難しい問題なんですよ。なんですけどドラマーがねカウントが下手くそっていうのは許されないんですよね。そうですよね、許されないですよね。なのでこの辺もね、単純なね幾何学的に覚えてるだけのカウントじゃダメなんですよ。なのでやっぱりメロディーラインがこう頭にあったりね、カウントの取り方だったり、ね、伝わり方、伝え方だったり、そういうのもね結構大事なんでね、やっぱり経験とともに上手くなっていくところです。なのでこういう練習もねそれにつながっておるので、少しずつやっていくといいと思います。今日はここまでで、明日ね3連符の裏側の方をやっていきます、ね、結構大事な地味ですけど大事な話なんでね、やってみてください。では明日また、ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。